おはようございます人の在り方を考えるコーチングラジオこのポッドキャストは株式会社レイベンキャリアにてパーソナルコーチングサービスそしてコーチングスクールを運営している私大阪屋が パーソナリティを務める番組でございますここ数年の話なんですが多様性という言葉ってよく聞くようになったかなと思いますこの多様性という言葉ってなんかすごく素晴らしいコンセプトだと思うんですね一人一人の生き方を尊重するとかその人らしい生き方を支援してあげるとか、まあ、こういった た考え方、コンセプトってとっても素晴らしいことだと思っています。一方で多様性の語られる文脈によってはまあ、多少違和感を感じる時があるんですね。まあ、その違和感がどういう時かというと、その多様性という言葉を盾にして、その人そのものを見ていないというのか、その人にこうラベルを貼って、そのラベルしか見ていないみたいな。そういう感覚がある時が。 あります相手のことをこういう人だと決めてラベルを貼ったとしたらそれ以上相手のことを理解するのをやめてしまう可能性があるのではないかなと思いますしそういうことをすると人と人との心の分断を生んでしまうんじゃないかなとそういった違和感を感じる時がありますですから今回はですねその結論が出ている話ではないんですが多様性の文脈に出てくる違和感について 言語化してていいきたいなと思っておりますこのことを考えることはコーチングの学びを深めることともつながるなと思っていますというのもですねそのコーチングは特定の個人にスポットライトを当てて関わっていくそんな支援の仕方になりますつまり本質的な意味では多様性を尊重するようなコミュニケーションをしているわけなんですねですからこの違和感を言語化したりこうモヤモヤを解消していくことによって ですから今回は多様性をご用するとその心の分断を生んでしまうのではないかこの問いについて掘り下げていきたいと思っておりますこのポッドキャストは現在 Apple Podcast、Spotify、YouTube などで配信しておりますお好みの方法でご視聴くださいということで本題に入っていきますそもそも多様性という言葉に違和感を感じるシーンとして一番多いのが あの当たり前とか一般的な常識みたいなことをベースに語られているケースに関してはすごく違和感を感じることが多いですね。つまりこう多数派の意見から見た少数派みたいな文脈で語られることですね。ですすからあの言葉にする とその少数派の方々も多数派の世界で暮らせるようにしてあげようよみたいな文脈で語られるシーンのことをですねもちろんその少数派の中には助けが必要な人とかもたくさんいると思うんですねそれは事実ですし助けるとかこうサポートするとか支援することはすごく大事かなと思います大事なことはそのスタンスの問題なんですねなんかこっちがその多数派のこう意見をこう押し付けるのではなくてその本人がどうしたいか っていううのがこう一番大事だと思うんですね誰かが勝手にラベルを貼って勝手に支援することではないということですね、まあ、こういった多数派から見た少数派を救おうみたいな文脈で語られる多様性というキーワードに関しては違和感を感じることが多いですねちょっと抽象的な話をしたので具体的な例で挙げますと と例えば多様性の文脈で出てくるのが LGBT の,のこう方とかあるいはこう働くこととか生活することにまあ困難さとか障害を感じている人の存在ですね、まあ、その人たちがまあ生きやすいようにこう、まあ、引き込んであげないとじゃないですけどそういったニュアンスで使われる時にはちょっと違和感があったりしますね例えば働くこととに困難さとか あの障害を感じている人ですね、まあ、いわゆるこう障害者と呼ばれる人ですね確かに障害を感じているという側面だけを見ると障害者というラベルが当てはまるかもしれませんただそれ以外にもラベルとかこう役割はあるわけなんですよね、まあ、誰かの息子かもしれないですし誰かのパパかもしれないですと例えば何かスポーツをやっていたとしたらこうスポーツマンとか あるいはこう誰かに教えるということをしていたとしたらこうメンターとか先生みたいなそういった役割もあるかもしれませんこのようにですね働くことに困難さを抱えている人であったとしても多種多様な属性が存在するわけなんですねですから一つの属性に固定化してしまうと他のその属性が見えてこなくなってしまう可能性があります他にも例を挙げますと 例えば、うちには弟がいるんですが、私からしたら弟ですし、母親から見たら息子かもしれませんと。で、家族というカテゴリーもありますし、私がコーチとして関わるときにはクライアントにもなります。で、誰かの友人であり、誰かの仲間でもあると。で、私も飲みに行くときには、まあ友人とか仲間でもあると。そして、弟はスポーツのトレーナーとして働いているんですが、その生徒さんたちからすると先生とかトレーナーでも ありますし会社のメンバーから見ると同僚とか会社員みたいなそういった属性もあるかもしれませんと。っ 見てもあらゆるる属性が存在すとということですねですから多様性はその人そのものをこうカテゴライズするものではなくてその人の中にある多様性のことを指しているのかなと思っていますですからその表面的にラベルを貼るという行為に対してすごく違和感を感じているんだろうなと今話しててあの気づきが得られましたですからそもそもラベルとか属性を固定する必要がないですし仮にラベルとか 属性あるいは肩書きを決めたいのだとするとそれは本人が決めることなんじゃないかなと思いますここまで話してみて思い出したのが何年か前に寺修行に行ったことがあるんですねその寺修行の中で出会った一人の少年のことを思い出したのでここからその話をちょっとさせていただきます寺修行と言っても私が行ったのはなんか体験修行みたいなもの 1>, でまあ、1週間こう寺にこ,うこもってあのお坊さんたちと一緒にこう生活するみたいなそんな体験でしたでそこに入る時にお坊さんから言われたことは今大阪屋さん以外にも一人こう修行をやっている方がいますと。 でその方はなんかこう障害を持っていて普通のコミュニケーションができなかったりとかちょっと迷惑をかけてしまうことがあるかもしれませんとですから、まあ、そこはあのご了承いただきたいということを言われましたで特にこちらであの大阪屋さんの方で何かやる必要はありませんみたいなそんな話でしたそれでですね実際にこう修行を始めてみると とまあ、その青年に合うわけなんですねで見た目はですね色がすごく白くてっなんかこう痩せて でちょっとこう目がこう細めっていうんですかね。まあその喋り方としてもなんかすごくさちっちゃい声で囁くように話すようなそんな方でしたね。でなんか常におどおどしているようななんかこう猫背でなんか周りをこう様子を伺っているようなそんな青年でした。まあただそこだけ見てもなんか何の障害があるのかって多分あのわかんないと思うんですよね。私も専門家ではないのでで一緒に生活 知していって、あこういうことに障害をというかこう課題を感じている人なんだなというのがこう分かってきたんですね。それが何かというと、なんか座布団に座る時にもこうなんか座布団をなんか置いたりこう取ったり置いたり取ったりというのをこう繰り返していたんですね。 あと、座るときにも、一回座って、また立ち上がって、一回座って立ち上がって、みたいなことを何度も繰り返していたと。あとは、食事をするときにも、箸を持ち上げて、下ろす。箸を持ち上げて、下ろすみたいなことをな何度も繰り返しながら、9回か10回目ぐらいでようやく箸を持ってって、 でそこからこう食事にありつけるみたいなで食事もですね、まあ、こう何度も箸で持ち上げてそのご飯とかをですね、で下ろす、上げて下ろすみたいな繰り返しながらこうやっているという、まあ、そんな姿を目にしました。同じ行動を繰り返している姿を見て、あこのことを障害と言っているんだなと思いました。なななんんか慎重だなって,思って たんだから何度も何度もこうやることによってこう自分のしっくり感とかを確かめているのかなって、まあ、ただそういうふうに思ったんですねだからなんかあのこっちに別に被害とか,なんか迷惑がかかるわけでもないし なんかちょっと変わった行動をする人って多分世の中にもたくさんいると思うんですね。まあ私含めてですけどそれは。なんかそういう意味ではなんかあんま気にせずにその方とこう関わるようにはしていましたね。ただ一方でその周りのお坊さんたちがどんな関わり方をしていたかというと、そのお坊さんたちはなんかこう、その支援するプロフェッショナルではないので、 その子が同じ行動を繰り返しているのに対して、〇〇くん、なんで何度も同じ行動を取るんだとか、次は一回でやろうなみたいなことをこう言っているわけなんですね。なんかこう、半分怒られているような状態のように見えましたし、その彼もですね、その怯えている様子もうかがえました。まあ、つまりこうずっと 基本、ダメ出しをしているような、そんな状態だったんですね。で、見ててちょっとこう、辛かったりはしたんですが、きっと、その、親御さんから頼まれてお坊さんたちも預かっていたと思うので、多分なんか一定のなんか責任感みたいなのもあって強く言っちゃってた部分もあるとは思うので、まあ、そこだけを切り取って責めることはできないんですが、まあ、お互いにとって辛そうだなとは思いました。そして話を戻しますと、私はその彼に対して、 普通に、こう、関わるようにしたんですね。まあ、例えば、なんか、おいくつなんですかとか、なんか、どこから来たんですかとか、まあ、そんな会話を普通にしていました。で、もちろん、こう、私も、こう、いくつで、こんなことをやっていて、まあ、当時、無職だったので、まあ、仕事してないんです、みたいな話もして、なんか、趣味とかあるんですかみたいな、そんな話もしましたね。あとはですね、その、掃除をするときとか、あの、整理整頓するなんてこともあったりするんですが、 Okay. その時はですね私はまだこう修行のほんと見習い中の見習いで何をどうやっていいかが全く分からなかったのでその彼に聞いてたんですねこれってどうやったらいいんですかとかこの掃除用具ってあのどこから取ってくるんですかとかここの掃除の仕方ってどうやるんですかみたいなそんなことをいろいろ聞いてたりしましたで最初のうちはですねなんかこう説明するのにちょっと怯えていたっていうんですかねだからなんか小っちゃい声 ななんかんかこ感じですみたいなことを二言だけこう答えてくれるような感じだったんですがおそらくなんですがそのお寺の中って一方的に何かをこう言われることはあってもなんか自分が教える側に立つっていう経験って多分そのお寺の環境の中ではしてこなかったとは思うんですね。ですからこう私が これ教えてとかありがとうございますってその彼に働きかけたこととかまあ言葉書きをしたことはすごく新鮮だったんじゃないかなと思いましたですから「教えてもらえますか?」とか「どうやるんですか?」とか「ありがとうございました」とかってそういう,こう言葉を発した時はちょっとこう笑顔になってくれたりしたんですね、まあ、そんなことをこう繰り返しているうちにですね多分徐々に徐々にこうお互いの信頼関係が築けてきて何から普通の雑談とかもできるようになりましたし こう彼の笑顔が増えていった印象もありました。あとはこれはあくまで私の出観ではあるんですが、初日とかはその布団をこう敷いたりとか畳むにも何度も何度も繰り返しながらやっていたんですが、まあ、徐々にこう日数が経ってくるとちょっと回数が減っていった印象はありました。もしかしたらなんかこう信頼関係とか心理的な安全性が担保されたからなんか安心し でその繰り返さなくても良くなったんじゃないかななんて勝手に思っております。最初のうちは本当に玄関先の会話みたいなことしかしていなかった んですがまあ、例えばそのどこから来たんですかいくつですかみたいなそんな話ばっかりだったんですがその後半はですねその将来やりたいことってどんなことですかとかそうするとこう大学に行って勉強したいんですみたいなことを教えてくれたりしました、まあ、どんな経緯でここに来たんですかとかって質問したりするとなんか自分が同じ行動をこう繰り返しちゃうからまあ変だからって言ってたんですけど変だからとか親を困らせてしまって。 で今ここにいると、だからここでちょっと直さなきゃいけないんですみたいな、まあ、そんなことを語ってくれましたね。そんな彼と話をしていて感じていったことというのは、なんか人としてなんかすごく素敵だなとか好きだなというふうに思いました。なんかすごくまっすぐだし、なんか一生懸命な姿っていうんですかね。そういった目を見てなんか素敵だなと思っていました。 だからこそなんかそのまんまんんんででももいいじゃんとも思ったんですねなんか同じ行動を繰り返してても別にこう会話もできるし多分まあ普通に勉強もできると思うのでなんかそれはそれでいいんじゃないのと思ったんですねこうやって言うとちょっと無責任なことを言っているように聞こえるかもしれませんただ感じていたことというのは本人が変えたいか変えたくないかというのがすごく重要かなと思っていて。 同じ行動を繰り返してしまうのをその嫌がっていたとか困っていたのは親御さんであったりそのお寺のお坊さんたちだったと私は認識しているんですね。で本人がそれによって何か困っているみたいな話は特に聞かなかったので、まあ、そうなのであれば別に言ってもい。 一旦それでもいいんじゃないかと思ったということですね。なんか周りの要求とか期待に応えられなくて苦しんでいる姿を見ていたからこそそのように感じたんですね。それで一週間のお寺の修行というのもあっという間に終わってしまったので、一、まあ、週間でちょっとこうお別れはしてしまったんですが、彼のことを振り返るとですね、本当にいろんなことを教えてくれたなと思っています。なんかどんな人にでも その人らしい生き方っていうのもあるんじゃないかなということをこう考えさせてくれたんですよね。冒頭の違和感を感じる多様性の文脈に話を戻すと、その多数派が少数派に対してこう自分のこう世界にこう引き入れようとするとか、自分の当たり前としていることとか、こう自分側のこう常識を当てはめようとするということ、そういったことがこの寺修行の中で出会った彼、 とそのお坊さんと親御さんの中で起こっていたんじゃないかなと思いますだいぶ話が長くなってしまったんですがその寺修行した翌年ですね私はコーチングを学び始めましたそれから八年ぐらいやっているわけなんですが今の自分だったらまあ当時の彼にどう関わるだろうというのはたまに考えたりするんですねでいつも結論は同じでして今の私が関わるとしたら意図を持って当時と同じように関わると思います ですから、一人の人間としての多様性をこう尊重するとか、あるいはこう必要によってはこう引き出してあげるような、そんな関わりをしたいかなと思います。簡単に言えば、その人がしたいようにさせてあげるというのが一番の関わり方かなと思います。コーチングの基本的なスタンスとしても、相手と白紙で対峙するというのがあるんですね。これはどういうことかというと、同じクライアントさんと まあ定期的に話す場合であったとしても、毎回毎回白紙で関わるというスタンスですね。ですから2週間前とか1ヶ月前に話したクライアントさんとは違うんだというスタンスで関わるということですね。何週間か前のクライアントを今のクライアントに投影しないということです。 例えば2週間前に失敗が怖いんです、怯えちゃうんですというふうにこう、まあ、怯えている人であったとしても、この2週間の間にこう何か特殊な体験をして、 物応じしなくなくっているる可能性もあると思うんですねただそこでコーチ側がクライアントのことをこの人は怖がりだからあんまりリスクの高い行動は取らせないようにしようみたいなそういう考え方で関わったとしたらクライアントさんの可能性をいつまでも引き出すことができなくなってしまうんですねですからコーチングでも毎回毎回白紙で聞いていくというスタンスをやっています だからこそ当時に戻ったとしても同じようにこう白紙であのフラットに関わるかなと思います。ということでここまであのいろんな話をしてきましたが、まあ、結論は出たんですかね、まあ、結論をつけるとか出すとすると、まあ、人に勝手にラベルを貼らないという、まあ、そういう話なんじゃないかなと思います。あとは本人の中の多様性を尊重しようということ、まあ、そのスタンスが大事なんじゃないかなと思います。 で今回、この話を知って、久々にその彼のことを思い出したんですね。で名前もちょっと聞けなかったのでわからないですし、あの、テラ資ということで、あの、ネットも繋がらないので、なんか連絡先も交換してないんですね。なので、なんか今どこで何をしているんだろうなというふうに思いました。 もし心当たりのある人が聞いてくださっていたとしたらね、あの、ぜひ連絡いただきたいなぁなんて思います。それほど彼は私にいろんなことを教えてくれたなと思っていますし、その感謝を当時はあの、伝えることができなかったので、まあ、そんな感謝も伝えていきたいなぁなんて思っています。最後ちょっと余談でしたが、今回の内容はいかがでしたでしょうか今回の内容が面白かったとか、学びになったという方はですね、ぜひコメントやメッセージいただけると嬉しいです。 今朝とか日中に聞いてくださっている方は良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜をお過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた